無釈、東林書院東林党は、中国明朝末期の江南の次第部を中心とした政治集団、学派。学術的側面からは、東林学派という。明の万二22年、無釈県出身の古県市では、悪政を続ける万歴帝とそれに追従する内閣に反対したため、政界を追放された。ゲアを余儀なくされた、彼は、故郷の無釈に帰り、 弟の古院生と北曹の幼児が高学した、東林書院を再建し、高学を始めた。ここに国事に志す在野の知識人が結集し、もっぱら時事問題を論じた。その代表的人物には、公予龍やや銭一本などがいる。時に内閣に欠員が出て、公税反対論者の李三歳を採用するかが、論議された。この時、古典しげらげやした官僚たちも、 この論争に加わり、古堅茂は、時の蔡助陽高校に手紙を送り、李三斎を支持するよう要請した。これにより、陽高校、李三斎が、東林党人と非難されたことで、東林党の名称が生まれた。東林党は、組織的な政治活動を展開し、時の政局に大きな影響力を与え、一時は政権を握るに至った。しかし、 天慶年間、半島林派の下、と、官の義中圏が権力を握ると、島林書院は閉鎖され、要さざ波、左光と、孔義龍、孔武祖、周潤章、周期元といった人物たちが、次々登黙、殺害された。さらに、島林天小六という文献を作って、島林等の人種を一網打尽にしようとした。天慶七年。 数定定が即位すると、義中権は逮捕され、当林等の人種への迫害は終わった。思想的には、彼らは、陽明学に対して批判的な立場であり、心即利説や無善無悪説を批判した。彼らの学問の目的は、社会の現実的な要求に応えることであり、道徳的収容と政治的な社会活動とを区別し、社会的欲望を調和することに、 理を見出そうとした。このため推理や農業の技術開発、合理的な農業経営に取り組み、キリスト教宣教師と交流して、ヨーロッパの自然科学的知識の摂取にも努めている。また、うによって、君主批判を行い、地方文権論を主張するなど民末新書の形成、松室用の学につながる思想を残した。ありがとうございます。